そんなわけで今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ、カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注区内をあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああもう喧嘩しない。さて今回の任務について説明をするよ。まず土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く、君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか、大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます、援護してください。焦っちゃダメだカカシ、やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。戦争中とはいえ、ガキ相手ってのは気が引けるがな。せめて苦しまずに倒してやるぜ。しばる！カカシ、全部を一人でやろうと思わないこと。俺や仲間がいることを忘れないようにね。やりやがる。はっはっ、やっ、やった、はっ、はしどい。はっ、カカシ、あまり焦らないで、一人ずつ確実に。やっ、分かってるよ。はっ、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 やっ、はっ、やっ、はっ、はっ、はっ、やっ、援軍が来る前に全部片付けるよ。了解。なんだこいつ、普通の忍びじゃねえ。ガキ風情という認識を改める必要があるな。